はい、えー、それでは今日2本目の動画です。はい、スライドを見てください。えー、次にこういう問題を解こうと思います。この重積分の値を求めよう。ただし積分する領域はこうだという問題です。えー、この問題を見てなんかおやっと思いますよね。えー、y の範囲は書いてあるのに、 x の範囲が書いてないですね。えー、x の範囲が書いてないと、先ほどの公式が使えない。ですよね。えー、で、こういう場合は、図を書きましょう。えー、重積分の問題を解く場合は、必ず図を書いてください。えー、この d の図を書きます。えー、y は x の2乗から x プラス2までなわけですから y イコール x の2乗のグラフより上で y イコール x プラス2のグラフより下なわけですなのでこの d の領域はこの部分になるわけですねそうすると x の範囲は自然と定まります えー、二つのグラフの交点は、ここですね。マイナス1。で、ここですね。2。ですので、x の範囲は、マイナス1から2まで、ということになります。はい。これで、えー、先ほどの公式が使えます。はい。えー、y は x の2乗から x プラス2まで、x はマイナス1から2まで、ということがわかったわけですから、 y は x の2乗から x プラス2まで x はマイナス1から2までとやるわけですはいそうすると中身の積分はこう簡単にこう積分できますでこれ展開するとこうなりますはいそうするとこれも単なる定積分ですからえー、こう計算できますね4分の45と 答えが出てきます。はい。それでは、えー、次の問題を行きます。はい。こういう問題。えー、この重積分の値を求めよう。ただし、えー、積分領域はこうだと。この式もなんか親と思いますよね。なんかよくわからん式です。えっ、ー、と、これなんかよくわからないですよね。こういう場合も、えー、図を書きましょう。 えー、y は0から x までとなってますから、y イコール0より上で、えー、y イコール x より下なわけですよね。そして、x は1より 1, 1以下って書いてあるわけですから、これよりこっち側なわけです。ということは、ね、この三角形が、えー、積分領域だということがわかります。 ということはですね、えー、y の範囲は y イコール0から y イコール x まで。で、x の範囲は0から1までだということがわかるわけですね。はい。それでは、えー、計算してみましょう。y は0から x まで。x は0から1までなわけですから、y はこう0から x まで。x は0から1まで。というふうにします。 はい。そうすると、中身の積分は、まあ、単なる定積分ですから、計算して、こうなります。そうすると、これもまた定積分ですから、えー、計算して、こうなります。答えは、8分の9となるわけですね。で、このようにですね、えー、必ず、ね、えー、重積分の問題を解くときは、必ず、え、図を書いてくださいね。はい。では、えー、今の例題に習って、 宿題の3と4をやってください。はい、最後に連絡です。宿題プリントはカメラなどで電子ファイルにして学びネットに提出してください。提出締め切りは6月28日とします。はい、それでは今日の授業はこれで終わります。